ああ、どうも。そうね。だいぶ長いこと生きたね。いろんなもの見たよ。ああ、そうだね。まだ死ぬ気はないよ。ああ、これ？まあ、20年は生きてるから。着いた頃には飯をくれる人間がいたね。そいつがおばあっつって。ああ、おばあはいつも決まった時間に飯をくれるんだ。夢中になって食べて、で寝る。だいたいそれの繰り返しだった。そしたら坊主が来たんだ。その日から俺の毎日は途端にせわしなくなった。まあ、だいたい追いかけっこだわな。飯もくれるんだがよ。おい、輪ゴムやビーズときたもんだ。あいつは俺を何だと思ってるんだ。また変なもの食べさせられた。見ろよ、ビー玉だ。そう、いつの間にかあの坊主は消えてた。どっかに引っ越したんだな。俺は猫だ。あとはまあ自由を謳歌したよ。寝て遊んでセックスして寝て食って。鳥だ。待て、鳥。鳥を捕まえたりもした。そんでまた寝て遊んでセックスして食って。毛づくろいして、食べて、遊んで、遊んで、セックスして、遊んで、毛づくろいして、食べて、鳥を捕まえたりもした。鳥を捕まえ遊んたりで、して、セックスして、食って、ネズミを捕まえて、食べて、毛づくろいして、爪研ぎして。それから猫のヤスには恋人ができて、子供ができて、子供は大人になって家を出て、そして恋人は車にひかれて死んだ。ヤスは一人になってまた寝て起きて、今でも足音が聞こえると不意に坊主のことを思い出すんだ。Yeah.